にちは。今日は初めて屋外撮影をしております。ですね、最近ちょっとビッグサプライズなニュースがありまして、なんとグローアラウンド名古屋パルコ店がオープンしたということで、今日はちょっとそちらに行ってみたいと思います。で、今日はちょっと友達なのかな、友達なんだジャンルは、弟子を連れてきてるのか。俺はそうか、弟子が今日来てるらしいんでちょっと一緒に行くんですけど、で、グローさんは今年で多分だけど27周年とかなのよ。なかなかすごくない？老舗中の老舗よ。老舗ですね。いや、ストリートブランドをこうやってるショップで27年やるってめっちゃすごいと思うよ、普通に。いや、27年すごいっすね。うん、俺もそこそこ長く生きてきたけどさ、うん、やっぱこうストリートブランドを取り扱ってるショップが潰れていく様をたくさん見てきたから、やっぱそれだけね、こう持続していくのが難しいと思うんだよ。俺は今日はまず買いたいものとしてロンティを買いたい。そう、季節的にそうですね。そうなのよ。たださ、やばない？もう9月下旬だというのにこの暑さで、台風どこ行ったの？いや、今日大雨の予報だからね、午前中。9月下旬でなかなかこの暑さはね、厳しいですね。てか本当にロンティの季節が来るのかなって、まずなんかもういきなり冬来そうじゃない、この感じだと。でもなんかもう例年そうだよね。なんかもうさ、春物とか秋物とかさ、なかなか着なくなってきてるよね。とりあえずね、めちゃくちゃ暑い、本当に。もうなんかちょっとロンティにしようかな、半袖にしようかなって悩む感じでもない。もう半袖一択だもんね、まだ。一択でしたね。まあそんなこんなで今ちょっと栄の町をね歩いてるんですけど、なんかちょっと飯食いたいね、軽く。何食べようかね。どうすか、あれは。日本酒屋さんで やろうとしてるよ、この人。この人またやろうとしてるよ。昼からも久々に名古屋来たな。でも電車乗るのも結構久々だったら、いや別に車でさ来てもいいんだけどさ、ちょっと大変じゃん、車で来ると動きにくいし。でも電車が一番なのよ、こう名古屋とかは。今日晴れてたんで。そうね。いや、もう雨だったら俺来てないよ、多分。雨だったら俺多分来ないっていう選択を取ると思う。そう、今日何を買いたいかって、さっき途中だったけど、そう、何を買いたいかっていうと、今日はロンティをまず買いたい。たださ、最近さ、そのショップ、どこのショップもなんだけどさ、まだロンティを入れてない感じがするのね、あんまり。積極的にロンティを入れてない感じがするから、そもそもまあ多少あるだろうけどさ、物があるのかっていうところがちょっと、そうですね、うん、怖い。で、あとニューエラ、ぶっちゃけさ、俺らもうさ、普段グローさんのさ、はい、ショップを常にこうウェブで見てるからさ、大体あるもんって分かってるじゃん。で、ニューエラは一個前から気になってるやつがあって、それをちょっと実物見て、まあ、もしあればだけど、実物見て良ければ買おうかなって感じですね。まあ、正直今日はね、こう物を買いに行くってよりは、どっちかっていうと、こう店のレイアウトとかディスプレイをちょっと見たいなって思うよね。確かに。めっちゃおもろそうだなと思って。やっぱさ、渋谷店とかだとさ、そのやっぱ海外をイメージしてさ、こう店舗も作ってるから、結構やっぱそういう海外寄りの店のディスプレイになってるんだけど、で、それがまあ、こっちはどうかっていうところでもさ、パルコに入ってるから結構難しいと思うんだよね。やっぱさ、俺らみたいなお客さんばっかじゃないと思うからさ、そう、やっぱフラって寄ってくれる人たちもやっぱターゲットにしないといけないと思うから、まあ、そうですね、うん、その点でね、やっぱ店のディスプレイとか難しいと思うんだけど、まあ、ちょっとそこも楽しみにしたいですよね。あと普通に店員どんな人を働いてるんだっていうのは、それ気になる。めっちゃ気にならん？めちゃめちゃ気になる。なんかまずそもそも名古屋の人間が働いてるのか、なんかどっかから持ってきてるのか、そうですね、まあ、ちょっとそこもね、どうなんだろうね。ニューエラーの品数とかがちょっと読めないね。あ、確かに、うん、在庫がもうないかもしれない。
そうだし、そのやっぱ渋谷店とかにはさ、ある程度いろんなリリースされたものは置いてあると思うんだけど、それを全部名古屋とか持ってきてんのかどうかって分かんない。そうそう、向こうとやっぱ同じ品揃えではないかもしれないよね、はい、うん、ちょっと今日ね、彼が一応やばいキャップをかぶってきて、ちょっと見て、やばくないですかこれ。アストロズロケット、通称ロケットって呼ばれてんのかなこれ。そうですね、横のパッチもやばいんよこれ。分かるかな、ちょっとあれが撮影が下手すぎるかな、なんかちょいちょいカメラあんま見てないからちょいちょいなんかフレームアウトしてる気がする。そこを足で出ていいんだよ。いや、そうそう、まああのチャンネル登録者数9人だから。どてえへんだよ。まあ、とりあえずそんな感じでちょっと飯食いって向かいますか。はい、ということで飯も食べて、ごちそうさまでした。いやいやいや、酒も飲んで、飲んで終わってんなマジで。最高のデータ。いや、底辺ですね、底辺感出てるね。いや、いいっすね。で、パルコ東館に到着しました。はい、でこちらの1階に、グローアラウンドさん入っております。行ってみましょうかね。 DJ サットさん、チョコプラ松尾さん、シソンヌ長谷川さんからお祝いが届いておりました。著名人も足しげく通っていることで有名です。こちらが外から見た店内の様子です。心よく撮影許可をいただきました。ミッチェル&ネスのオーセンティックベースボールユニフォームです。一番後ろにジャッキー・ロビンソンが眠っていました。一見よく見るチャンピオンのパーカーですが、非常に珍しいカラーばかりです。とにかくプロクラブの品揃えがすごいです。娘と買い物に来ていたお母様が T シャツを買っていかれました。こちらがニューエラーコーナーです。私の目当てはイエローのキャップだったんですが、マイサイズがなく、ワンサイズ上げて買うか検討中。アスレチックスもいい配色です。こちらのダイヤモンドバックスはかなり攻めた配色ですが、個人的には好みです。ブルージェイズは今手に入りにくいキャップの一つです。こちらはロッキーズのキャップです。ロッキー山脈をイメージした旧ロゴは海外でとても人気です。配色もとても渋く、バッターマンの刺繍も完璧です。ニューエラだけではなく47ブランドも豊富に取り扱っておりました。スタッフの皆さんは他の店舗から派遣されてきておられました。皆さん気さくでとても楽しい時間を過ごすことができました。本当にありがとうございました。てか、いつからこんなテイストの動画になったっけ。はい、ということでグローアラウンドさん初潜入してまいりました。ということでですね、本日購入したものを紹介したいと思います。本日購入したのがこちらです。じゃーん、イエローの、ニューヨークメッツのキャップになります。つば裏が赤で、アスドメ白のモデルになります。で、これサイズが僕普段被ってるのが7の8分の1のサイズを被ってるんですけど、4分の1しかなくて、で、まあ、あの冒頭に言ってたお目当てだったキャップってのがこれなんですけど、まあ、ちょっと妥協してワンサイズ上げて、買わせていただいたというところであります。ドンキは正直あまり、まあ、まだ入ってきてないのかなっていう感じでした。プロクラブとかがね、結構品揃えがあの豊富だったんですけど、まあちょっと今回は、ロンキの方については見送りました。まあ店の雰囲気はパルコに馴染むような雰囲気を出しつつも、まあ、ちゃんと、海外の
あの店の雰囲気っていうのも出してたのかなっていうふうに思います。なんでまあ結構ね、まあ両方のいいとこを取ったっていうようなあの店のレイアウトだったんじゃないかなというふうに思います。で、僕はまあこれを買ったんですけど、ちょっと一緒についてきた、はい、で彼が買ってきたのがタルトップの、やばいですね、タルトップ2ついいっすね、めちゃくちゃ懐かしいっすね。僕が中学校ぐらいにこれキャラトップ流行ったんですよ。でそれが今もう一回来てて、まあ去年ぐらいから多分来てるんですけど、これね本当に超懐かしい、中学校の時の僕が来てたもん、かっこいいんですよこれ。一目でキャルトップってわかるしね、このデザインと。なるほど、うん、懐かしいですかやっぱり。じゃあこれ多分ね、すげえ多分懐かしいって思う人はすごい多いと思う。ただ今の若い子たちは多分それを知らないから。あー、なるほど。今流行ってるブランドとしか思ってないと思うんだけど、流行ってたのよ昔。昔が流行ってたわけですね。おじさんの時流行ってたのよ。おじさんなんて多分着てたのよこれ。ちょっとくしゃくしゃにしてしまいましたけど。いや全然すみません。彼が、グロー出まして、その後ちょっとどうしても FTC に連れて行けとかっていうことなんで、FTC も素晴らしい。ロンチですね。いやいいですね。いいですね。結構サイズでかいってか、これエクセルか。そうなんですよ。めちゃくちゃ大きめだね。大きめな感じで。うん、デザインもかなり可愛い。あとソックスも買ってる。ソックスも2つ。いいですね、ソックス。ちょっとやばいですね、買いすぎましたね。まあまあまあ、これぐらいはまあちょっとね、まあ、買ってもいいでしょう。僕はね、ちょっと今回本当に目当てのものが手に入らなかったんで、まあちょっとキャップだけになっちゃったんですけど、ということで、まあもうちょっと、名古屋ぶらりして、まあ終わりたいと思います。まあちょっと動画はここまでになるかもしれない。はい、そんな感じで、グローアラウンド初潜入動画になりました。ありがとうございます。はい、ということでですね、まさかのエンディング2回目となりました。あのですね、あの後、いろいろ名古屋を回ってですね、名古屋のブローさんにちょっとお邪魔して、ちょっとアイテムが増えました。じゃーん、ちょっと名前が似てるんであのややこしいんですけど、グローアラウンドさんで買ったのがこっちで、ブローさんで買ったのがこっちです、はい。まあ、同じ日に黄色のキャップを2枚抜きする変態です。自分が嫌になります本当に。でもこれマイアミ周りめっちゃ可愛くないですか。これつば裏の色とかもめっちゃ可愛いし、これでも結構珍しいんですよ。ブローさんが多分買い付け行った直後ぐらいだったんで残ってたんですけど、多分ね結構これすぐ売れちゃうと思うんで、もう買っちゃいました。ということで、まさかの黄色のキャップを2つ買ってしまうという一日になってしまいました。まあ、本日は、これで帰りたいと思います。名古屋結構いいショップがいろいろありますので、回って見てもらえたらいいのかなというふうに思います。はい、ということで本日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。